おはようございます。え、2024年の5月の7日。え、今日は5 7でココナッツの日だそうです。さあ皆さん、えー、ココナッツどんな風に食べてますか私はね、ココナッツミルクが大好きです。それからね、期間限定だそうですけども、グラノーラにね、え、実はココナッツ味が出てますので、もうそれ、えー、ちょっとね、 えー、買って食べてます。美味しいですね。ココナッツ大好きです。ちょっとね、あの、香りとかが苦手という方もお見えになるそうですが、あのー、食べ方によってはね、とても美味しく食べられると思いますの、ね、で、皆さんぜひともココナッツ食べてみてください。繊維質大変多いみたいですよ。えー、さて、えー、昨今、新聞やテレビニュースなどを騒がしております、えー、消滅可能性自治体というのがあります。 えー、女性の20代、30代と言われる、まあ、出生可能性がある、この女性のお人口が、えー、この2020年から2050年までの30年間の間に50、50%以上減ってしまうという市町、これを消滅可能性自治体というふうに呼び、各県の どの市町村がそれに該当するかというのが先日発表されました。えー、私どもの住む愛知県、えー、これはですね、津島市と新城市、一部市町村という各ね、いくつかのお自治体がこの消滅可能性自治体になり、まあ、例えば岐阜県なんかですとね、えー、この近くですと美濃市ですとか山形市、それから郡上市や下路市なども あと、日出しですね。こういったところも消滅可能性自治体になってまいります。2050年には地図上からこの死がなくなるなんていう非常にね、悲しい現実を突きつけられているというのが現状です。ぜひともですね、これ何とかしていかなければいけないと思いつつ、我が江南市に目を移してみますと、江南市も実はですね、 この消滅可能性自治体ではありませんが、先ほど言った20代から30代の女性の人口はというと、やはりどんどん減っております。これですね、人口が減るとともにこういった人口の、ね、減っていくのもあるんですけども、 やはりですねその市の財政状況ですとか、えー、いろいろなものが絡んでくると思います一生懸命この消滅可能性自治体にならないように我々も頑張ってまいりますので皆さんからのいろいろなご意見、えー、ご感想などもねぜひともお寄せくださいまずは私大藪の考えるのはとにかく儲かる市を作る儲ける市を作るこれがね大切ではないかなというふうに思っています え、市民の皆さんが、そして、えー、南市にたくさんの方がおいでになって、この江南市でお金を落としていき、えー、市がね、少しでも財政力指数が上がってくる。それをね、目指しております。ぜひ、ご協力、よろしくお願いします。話題ごろっと変えまして、ドラゴンズ。えー、一旦は最下位まで落ちましたが、また、上昇気流に乗っかったようです。 なんとか優勝まで頑張っていただきたいなと思っている大矢部でした。今日は火曜日で、先ほどもね、ちょっと外を見ていただいたように雨がだいぶ降ってます。雨具の用意忘れないようにもちろんしていただきたいんですが、午後からどうも雨やみそうですのでね、ぜひとも傘の忘れ物などしないようにご注意ください。今日も え、素敵な一日であります。あ、ごめんなさい。しばらくね、朝挨拶運動を休んでおりましたが、ゴールデンウィーク、やはり皆さんと共に休むということも大事だと思い、このゴールデンウィークはお休みをとっておりましたが、また今日からしっかり朝の挨拶運動を再開してまいりますので、パワフルに再開してまい、え、再開してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。では、今日も素敵な一日になりますように、いってらっしゃいませ。ごきげんよう。